皆さんこんにちは。福音アムニカ奏者の西川です。今日の548回目は青年は荒野を目指すです。 Today's 548th performance is Young Man Aims for the Wilderness。 今天的第548次演奏是年轻人的目标是荒野。青年は荒野を目指すでしたね。今日のワンポイントレッスンは、また呼吸です。で、腹式呼吸は実は、生まれた時はみんな赤ちゃん腹式呼吸なんですよね。で、それを学校教育の中で教式呼吸を鍛えられることで腹式呼吸を忘れているんですよだからどうやってその感覚を身につけるかというと、お風呂に入って、こうお腹に息を入れるような感覚で息を吸います。そうするとお湯がわーっとこう上がります。で、まあ、こういう感覚ですね。それからスケールをやるときにドレミファじゃなくてレから行きます。でレからドに降りてドレミファソで、レで軽く片手をお腹に当てて、お腹が膨らむ、レで膨らむ、ドで引っ込む、これをずっと繰り返します。こういう呼吸の練習ですね。明日はもうちょっと違う観点からやってみましょう。みんな元気出しましょうね。チアラップ。じゃあよー。
それではまた明日。